いや40も超えて今からめちゃくちゃモテたいっていうわけじゃない。でもちょっとぐらいはモテたいんだけども、それよりもしょぼくれたおじさんになるよりはイケおじになりたいな、俺イケおじになりたいなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、脱おじさん冬のイケおじコーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の YouTube の中でも最近ではこのイケオジシリーズ定番化してきているわけなんですが、冒頭にもお伝えした通り、やっぱり40歳以上になって、これからですねますますおじさん化していくのか、それともめちゃくちゃモテたいというわけではないけども、せめて自己満足でもいいからイケオジになりたいと思っている方は僕も含めて少なくないかなと思います。そんな皆さんに今回は少しでも参考になるように冬のイケオジコーデをですね3つ作ってみましたので、全力で皆さんに解説をしていきたいなと思っています。ちなみに僕の中でのイケオジの定義なんですが、清潔感があって定番的でベーシックなスタイリングを好み、その中にほんのりと今のトレンド感をミックスしながら少し華やかな要素を取り入れることができるのがイケオジのコーデだと思ってるんですね。バリバリのトレンド感のあるスタイルではないんですけども、でもほんのり今っぽいというところ、このあたりのバランスを取りながら今回はですね僕が考えるイケオジの代表的な3つのスタイリングをお伝えしたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やいいねボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的に冬のイケオジコーデを皆さんにですね一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目のこちらのコーデが、今回ご紹介する3つの中で最もきれいめでイケオジにふさわしいような王道的なスタイリングになってるかなと思います。まずはですね冬のアウターとしてはやはりこういったロング丈のコートですね、これが最もイケオジ度が高いようなアイテムかなと思います。着るだけでロング丈なので大人っぽく上品なスタイリングが組めますし、その中でも今回はこういったステンカラーコートですね、最近はですねこのようなロング丈のコートの中では2大巨頭がありまして、ステンカラーとあとはチェスターコート2つですね人気のモデルがあるんですが、その中でもこのようなステンカラーコートですねベーシックなアイテムなんですが、最初からサイズ感がボックス型になっていまして、少し緩さがあるんですね。このあたりにトレンドとの相性の良さも感じるコートというのは、旬なアイテムの一つになっているので、こういったものを中心にですね添えてみました。でコートの色なんですが、やはりメンズの定番といえばネイビー、ここは間違いがないかなと思ってまして、こちらをですね中心に添えながらイケオジコーデの一つ目を作ってみました。でその内側なんですが、ネイビーのですねコートに対して内側ですね、これはですねロイヤルブルーのニットですね、同じブルー系なんですけども華やかさが感じられるような少し明るめのブルー系のニットを合わせてみました。コート自体がすごくベーシックで大人っぽくて上品な一方で、少しこう地味にも見えがちなのでイケオジのスタイルの一つのポイントなんですが、綺麗な色を使っていくというところ、これがすごく重要になってくるんですが、ニットの色でこのあたりはアクセントを添えるようにしています。そして内側なんですが、ちょっとだけ見えてるんですけども、モックネックの T シャツを取り入れています。この白が見えることで清潔感ですね、イケオジにはこの清潔感というテーマも欠かせないかなと思ってるんですが、このあたりもしっかりと取り入れるようにしています。そしてボトムスなんですが、グレー系のボトムスですね、これはもうミディアムグレーの色味になってるんですが、ネイビーのアウターに対してこのようなグレーというのは相性が抜群にいいんですね。ボトムスまでブラックだとちょっと重たくなってしまうので、少し明るさを出すためにネイビーと相性のいいグレーを持ってくることで大人っぽくまとめてみました。ちなみにボトムスのシルエットなんですが、こちらはグリーンレベルのオルマイパンツですね、もも周りには適度にゆとりがあってピチピチにならないようなサイズ感になっていまして、膝から下はテーパードといって徐々に細くなるようなシルエットになっています。そのことによって足が綺麗に見えるんですね。ある程度ももの張り感とかは解消しながらもスタイルよく見せるような、こういったボトムスがイケオジにはすごく重要になってくるかなと思います。そして足元なんですが、白系のレザースニーカーを持ってきました。これはアディダスのジャーマントレーナーを今回は履いてるわけなんですが、白系のレザースニーカーのカジュアルさもあるんだけども、清潔感漂うようなオールホワイトというのはですね、すごくバランスがいいかなと思うので、このような形で今回は合わせてみました。これは王道感あって、めちゃくちゃ好印象かなと思います。僕自身はやっぱり一個人としては、ちょっと癖がある着こなしが好きだったりするので、意外とこのようなコーディネートって、プライベートでは全く
全くしないんですが、実際に着てみるとこれはですね、きっとイケオジコーデとしては使い勝手がいいんだろうなというのをですね、今実感をしています。まあロング丈のコートはやっぱりですね、丈が長い分ちょっと着づらくはあるんですが、イケオジを目指すためにはマストのアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、このようなスタイリングお試しいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のですね、イケオジ冬コーデなんですが、今度はですね、主役にこちらのですね、ウールのカバーオールを持ってきました。まあ、皆さんにとってももうおなじみかなと思うんですが、今期ですね、グリーンレベルさんとコラボレーションをして作りましたこちらのですね、ウールカバーオールなんですが、このようなアイテムもイケオジのですね、冬コーデには欠かせないものかなと思っています。先ほどのようなロング丈のコートは上品に見えて大人っぽいスタイリングには欠かせないんですが、トレンド感を程よく混ぜ込むというところでは、このようなミドル丈のアウターというのはイケオジコーデにもすごく役立つアイテムかなと思っています。丈もですね、短いんですけども、ちゃんとお尻の半分ぐらい隠れるぐらいの長さがあるので、そこまでカジュアルに見えすぎないというところですね。このあたりがバランスのいいポイントかなと思います。そして色も結構重要だなと思ってまして、ネイビーのような濃い色の中でもブラックよりはちょっと明るいものもすごくいいんですが、やっぱりイケオジはですね、僕はベージュ使いが得意な人が多いかなと思ってまして、アウターといえばやっぱり暗めの色を選びがちなんですが、イケオジ男性はちょっと柔らかく見せるためにこのようなベージュだとかモカみたいな色をですね、効果的に使うのがとっても上手かなと思っています。人との違いも出せますし、柔らかい雰囲気も漂うので、このような色をやぼったくなく綺麗に使いこなせるとすごくおしゃれに見えるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そしてこの内側ですね、今回はレイヤーを組んでみました。一番下にはですね、これバンドカラーのストライプ柄のシャツを取り入れています。まあ、ホワイトベースにブラックのラインが少し入るぐらいのですね、ベーシックなバンドカラーシャツの上にですね、丸首のニットですね、これまたイケオジには欠かせない鉄板アイテムかなと思います。まあ、イケオジだったらスウェットパーカーよりはやっぱり綺麗に見えるこのようなニット系の方がよりですね、雰囲気に合いやすいかなと思っています。で、今回はライトグレーのニットを合わせることで上半身は明るめでまとめています。そしてボトムスに関してはブラックでギュッと引き締めてあげれば、ぼんやりとしたスタイリングではなくて、ちゃんとメリハリの効いた着こなしが完成するので、まあ、このような形でグッと引き締めてあげるのはいいかなと思います。まあ、ボトムスはいずれにしてもワイドに振りすぎずに適度にテーパードが効いているものがいいかなと思うので、このようなブラック系のパンツを合わせてみました。で、足元なんですが、先ほどは実は白系のレザースニーカーだったんですけども、ジャーマントレーナー、ちょっとソールの部分がガムソールになっていてやや癖があるものを選びましたが、今回は丈の短いカバーオールを使っているということもあって、アウターがカジュアルなので白レザースニーカーではあるんですけども、オールスタークップよりですね、ベーシックで全く癖のないものを選んでいます。アウターがカジュアルな時にはそれに合わせて靴は少し綺麗な雰囲気を足してあげるとバランスが取れるかなと思うので、まあ、ぜひこのような着こなしもですね、一つの参考にしていただければなと思います。このコーディネートにもいくつかポイントがありましたね。トレンド感、程よいトレンド感とベージュという柔らかい色味ですね、このあたりが取り込めると結構ですね、好印象なスタイリング作りやすいので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の冬のイケオジコーデなんですが、今度はアウターにダウンを使った着こなしなんですね。イケオジでも寒い時は寒いので、やっぱりダウンは一着持っておいた方がいいかなと思うんですが、やはりですね、ダウンの形状としましては丈が短くてモコモコとしているので、スタイルがよく見えるようなものではないんですね。しかもやっぱりスポーティーなので、失敗するとすごく地味な着こなしになりがちなんですね。ですので、イケオジのダウンコーデとしては少しボトムスにですね、アクセントを持たせるような形で組んでみるのがいいのかなと思っています。まずダウンなんですが、今回はビューティー&ユースの今期のオリジナルのものですね、こちらを着用しています。これがですね、僕が考えるイケオジダウンとしては、まあ、最適かなと思います。まあ、とにかくミニマルなんですね。表面にはダウン特有のステッチが目立つ形では入ってないので、すごくシャープでミニマルな見た目になっています。で、フードもついていてカジュアルな雰囲気なんですけども、素材そのものの持つ上品さですね、このおかげでダウンというカジュアルなアイテムなんですが、一定の小綺麗さをちゃんと備えているのがこちらのダウンなので、なかなかバランスがいいなと思っています。で、ダウンを選ぶときはやっぱりベーシックなブラックを選んであげて、シャープに見せるのがイケオジのスタイリングにはハマってくるかなと思います。で、内側なんですが、こちらはですね、モックネックの T シャツですね、これをちょっとチラ見せするような形で使っています。で、その上にはですね、丸首のニットですね、色はグレー系を合わせています。
まあ、上半身は結構重ための色で合わせていて、それに対してボトムスはホワイトでグッと明るさを出すという着こなしですね。2つ目の着こなしは上半身を明るめにしてボトムスで締めるという形でしたが、その逆バージョンですね。上半身は結構重ための色でまとめつつも、ボトムスは白で少し明るさを出すようなスタイリングですね。こうすることでダウンのスタイリングでもちゃんとアクセントが加わりますし、白パンの持つトレンド感というところもほんのり取り入れることができるので、まあ、バランスのいい着こなしが完成するんじゃないのかなと思います。で、白パンのシルエットなんですが、イケオジだったらスマートなシルエットのものがすごく似合いやすいかなと思うんですが、まあ、あえて少しゆとりのあるものを今回合わせてみました。ちょっと前だとイケオジの白パンっていうのは結構細身のものが多かったんですが、そうなるとちょっとコンサーバに寄りすぎてしまうというか、綺麗すぎてちょっとこう今っぽさが出ないかなと思うので、まあ、白パンをもし履くのであれば少しだけゆとりを出しながら今の雰囲気もちょっと取り入れてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして足元はですね、こちらですね、グレー系のニューバランスを合わせてみました。まあ、このあたりもイケオジはトレンド感を取り入れるのがやりすぎ感はなくて程よく上手というところが一つのテーマとして挙げられるかなと思うんですが、まあ、ニューバランスも最近はですね、すっかりと履いてる方も増えてきたおかげで定番化してきてるかなと思うんですね。このあたりもうまく取り込みながらイケオジはスタイリングを組むのが上手なので、まあ、今回はこういったものを合わせてみました。使ってる色自体は正直ですね、シンプルなんですね。モノトーンだけ、ブラック、グレー、ホワイトだけなんですけども、白パンの持つ爽やかさのおかげで程よくアクセントができるようなコーディネートが完成しました。ちょっとカジュアルに見えがちなダウンをですね、きれいめな方向に振りつつ大人っぽく着るのであれば、このようなスタイリングはイケオジにはぴったりかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では冬のイケオジコーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どの着こなしもアウターを変えることで大きく見え方を変えているんですね。ロング丈のコートを使えばきれいめになりますし、ダウンを使えばちょっとカジュアルになります。その中間的なミドル丈のカバーオールですね、このあたりを使えば今のトレンド感を抑えたようなちょうどいいカジュアルさをですね、バランス取れながら作ることができるかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、今回イケオジというテーマでやってはいるんですが、別にイケオジは目指してないだとか、そういった方でもですね、結構ベーシックで使いやすいものが多かったかなと思うので、ぜひ皆さんの日頃の着こなしの一つのパーツとして参考にしていただければなと思っています。どれも僕自身がリアルに普段からやるスタイリングではないんですね。僕は割とですね、ちょっと癖のある着こなしが好きだったりするので、ちょっと今回のスタイリングは、まあ、綺麗めに寄ってるかなと思うので、やや気恥ずかしさもあるんですね。ただやっぱりこのような王道感だとか定番的な着こなしの中にほんのりと綺麗な色を混ぜ込んだりだとか、今のトレンド感のあるアイテムだとかサイズ感だとか、そのあたりをうまく取り込むというところは多くの男性にとっては一つのヒントになるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、やれる範囲で再現をしていただければなと思っています。まあ、ちなみに今回使ったアイテムに関しては同じものもしくは匂いのものを概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら参考で見ていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの今日もですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとコアな専門ブランドですね、このあたりについては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらはですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日更新をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。